変わってはエリアの話題をお伝えしますわが町レポートのコーナーです。今日の日本はこちらとなっております。宮崎伊勢海老いただきマンス知事表敬訪問、そして青島漁港伊勢海老祭り、あ伊勢海老尽くしですよ。早速ご覧ください。どうぞ。今年も伊勢海老漁のシーズンがやってきました。その伊勢海老の PR を通じて宮崎の魚の認知度を高めようと、東九州伊勢海老街道実行委員会と日南海岸伊勢海老大漁祭り実行委員会のメンバーが県庁知事室を訪れました。これは国内有数の漁獲量を誇る宮崎の伊勢海老の認知度向上や宮崎の魚の販売促進を図るために宮崎伊勢海老いただきマンスと銘打って、9月の漁解禁から11月末までの3ヶ月間実施される PR 活動の一環として行われました。この日は北浦や日南で水揚げされた 1.5 キロから 1.8 キロほどある立派な伊勢海老が河野知事に送られました。また調理された伊勢海老の試食も行われ、ぎっしりと身の詰まった伊勢海老を頬張り、その味を堪能していました。うわーいいな、いいな、美味しそう。うわうわ美味しい。今年は9月2日から2日間なんですけども、漁を行いましたところ、大変水揚げの状況はいいということを聞いてます。夏場ですね、海藻がたくさん生えてきたということもあって、もう身の張りがもうすごくプリプリで美味しくていい味がありますので、ぜひとも来ていただきたいなと思っております。食欲の秋、行楽の秋、これから県内各地で行われるさまざまなイベントに出かけて秋の味覚を思う存分楽しみたいですね。かぶり物してる。そしてそのイベントの一つが、毎年伊勢海老漁の解禁に合わせて開催される恒例イベント伊勢海老祭り。7日の内海漁港に続いて、この日は青島漁港でも祭りが開催され、多くの家族連れなどでにぎわいました。めっちゃ人おるやん。9月になりまして伊勢海老が解禁になりましたので、お安い時期にですね、取れたばかりの伊勢海老の方をたくさん食べていただけたらというふうで行っております。こういう、イベントの時にですね、お安く提供させていただいてますので、この時にやっぱりたくさん、購入していただいて、たくさん食べていただけたらと思っております。伊勢海老の直売では通常よりも700円安い1キロ5000円で購入できるとあって、長蛇の列ができていました。購入した人の中には、持ち込んだ大きなケースを抱えた人やたくさんの買い物袋を下げた人も多く見られました。また限定500杯で用意された伊勢海老の味噌汁の振る舞いは、整理券配布の午前8時半を待たずに定員に達するほどの人気だったそうです。それ以外にも、身の詰まった伊勢海老の半身が入った味噌汁が500円で販売され、整理券を手にすることができなかった人も美味しい旬の味覚に舌鼓を打っていました。7匹です。全部で1万と200円分味噌汁と、お刺身で食べたいと思います。めっちゃ好きですが、1年に1回ぐらいしかやっぱ食べれないですから、もうね、綺麗に調理して美味しくいただきたいと思います。なんかとてもプリプリして歯ごたえもあって美味しいです。ここに来て新鮮なものを食べたいなと思って今日は狙ってきました。これから様々な施設や店舗で地元採れの伊勢海老が提供されます。皆さんもぜひこの時期に味わってみてはいかがでしょうか。でも2本連続で伊勢海老のね、V 流れたってことは、ないよ、来てないよ。ないの？来てないよ。ずっと期待してた。美味しそうやった。美味しそう。この前つづくさんがザリガニ食べて美味しいって言ってたけど、絶対伊勢海老の方が美味しい。伊勢海老の方が絶対美味しい。当たり前や。伊勢海老食べてください。もうね、これはね、早くね、やっぱり並ばれて皆さん、これ振る舞いも。しかも半身入って500円って超安くないですか？安いよ。安いですね。あれ整理券配る前からもう早くから並んでるんですよ。ね、6時にはもう並んでいらっしゃって。すげえ早っ。6時。知事になりたい俺は。知事美味しそうに食べてましたね。知事がね、仕事、知事のお仕事は。知事が食べてた塩でさ。
あれめちゃくちゃ美味しそうやった。美味しそう、ね、あでもチンチンになるより自分で買った方が簡単だと思いますよ。いやでもそれはまた違うやん、食べてるばっかりじゃないからね。そうよ、他にいろんなお仕事あるんだから。そう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 、食べたい。いやでもね、今のね旬だからやっぱり食べないとっていうところありますよね。でも一回あの青島の知り合いの、はい、まあ、子供が運動会出るって言って応援しに行ったらすごいなんか伊勢エビいっぱいもらいましたね。伊勢エビが入ってて、そう、あのみんなね新聞にくるんで浜茹でしたのを持ってくるんですよ。そうあ息子頑張れってずっと言ってた。食べる代わりに応援センターね、応援する代わりに伊勢エビいただくみたいな。いやでもね、県内の漁の時期というのが来年の4月14日までということですから、はい、まあね、解禁になったばっかりですから、はい、なんか期間のうちに美味しいのを食べたいです ね、 ね、皆さんもご賞味ください。はい、以上わがまちレポートのコーナーでした。では CM の後は子育てナビのコーナーです。ちょっとね、都市棒を書いてみた。そう、いやなんかパッチ美味しそうやな。